本日は2022年3月の今日が18日ですね。新型コロナの感染者数もだいぶ減ってきてます。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です。HPV の感染者も減ってきてますし、あるいはイラクじゃなしきに、ウクライナか、ね、いろんなことが起こってますけども、10年と一昔とよく言いますよね。で、今更ながら HPV を考えるということで、ちょっと前にもブログを書いてたんですけども、今年の4月から、2020年4月から、やっと HPV の、ね、積極勧奨っていうのが、してくださいと。小学校6年生から高校1年生まで HPV ワクチンをしてくださいっていうのがおはがきが来るということになりましたんで、この HPV ワクチンもやっと元に戻るなというような感じになってきましたね。HPV ワクチンっていうのは何かっていうと、この子宮頸がんですね、ここのがん。このがんがウイルスで分かって、移ってくるがんやっていうのが分かってきたんで、それを予防するワクチン、ウイルスをの侵入を防ぐワクチンということで、もう10年以上前から開発されてきたものであります。ね、でも日本では6、7年前、ね、一度積極的推奨があったんやけども、その時のもうブームが、2ヶ月ほどで、副反応騒ぎによって潰されてしまったというか、国民全体が潰されて、政府も弱腰になって、ね、定期接種、無料ではできるけども、積極的干渉はしないというような形で、皆さんに HPV ワクチンの情報をね、昔は子宮頸がんワクチンと言われてましたけど、その情報が伝わらないと。いうような状態。そしてまた私たちが HPV ワクチンしといたらということでお話ししても、テレビでされた、ね、その映像、手足が震えるとか目が見えへんようになったとかって副反応騒ぎの映像が非常に、センセーショナルで、ね、一時的な熱狂に囲まれてしまったと。いうことがありますけども、情報っていうのはやっぱり精査せん限りは、その情報が正しい情報かどうか、もちろんわからないし、ね、10年経って精査してみると、今の、新型コロナのワクチン騒ぎでもわかるように、筋金入りの反ワクチンというかね、ワクチン自体を潰してしまおうっていうような、考え方の人もいてるんで、正しいものか正しくないもので。なんかね、ちょっとそういう筋金入りの方、HPV に関しての方、ムーンブログに、ってか、この下にも貼っときますけども、いろいろ反対運動があったということで、皆さんがそれに騙されてしまったということになります。ね、正しい情報っていうのはなかなか伝わらずに、そういうセンセーショナルな情報というのが、皆さんの目に訴えたり、ね、心に訴えたり、するんで、一度そういうセンセーショナルな情報、ね、目に訴える、心に訴える情報っていうのは本当に、そうなのかということは考えてください。ね、もちろんこの HPV ワクチンが 100% 安全なワクチンであるっていうことは、それは誰にも言えないというか、100% 安全なものはないんですよね。でもそれを 100% の安全を保証しろというようなことで、ワクチン行政っていうのは結構難しいものになってきてますね。そういうことをね、考えればですね、この副反応、騒ぎっていうのは、非常に一つの物語、マスコミと、それから、副反応に、騒ぎに乗じた、ね、一部の専門家が、騒いだ。非常にセンセーショナルな物語であって、それについて、皆さん、本当は助かる命、がんを起こさずに助かる命だったものも助からなかったというようなことがありますね。もちろんね、世の中には 100% はないから、それだけは心得ていただいてと
ということになります。ね、4月から積極的推奨が始まりますんで、ぜひ皆さんね、自分で考えて、そして、打つかどうかを決めて、そして、正しい選択をしてください。ね、ほとんど副反応というのは、起こらない、そして HPV ワク、HPV 子宮頸がんを防げるワクチンだということはもう世界で調べればわかりますから。じゃあ、時間を待ちお願いします。はい。じゃあ、まあ、ここの中で好きなのを選んでいただいて、例えば、これ。どの多くね、今までね、これ結構ね、この裏側で出てくるっていうのはやりましたけども、ここ、スペードのクイーン、ね、これを表返しにして、そして、そのまま出てくるのにょーっと出てくるっていうのをやってみたいかなと思います。